はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。大紀元と言いましてですね、あれですね、中国のですね、あれ、なんたら集団、宗教団体ですね、法輪功が運営しているサイトなんですけども、割とまともなニュースをですね出してくれるんで、よう見るんですね。日本語ですしね、もちろんその英語でも中国語でもやってるんでしょうけど、大紀元というですね、サイトに出てます。これはさっき出たんちゃうんかな。時間書いてないですね。ニューって書いてありますけど、タイトルがですね、中国不動産大手カナツ幸福、債務不履行規模1兆6840億円。まあこれ債務不履行であってですね、実際もっと債務総額がもっと多いと思いますよ。10兆円ぐらいあるんちゃいますかね。あれこれ、そうですね、カナツ幸福というのはですね、中華の華ですね、中華料理の華に、あのサマーの夏ですね、で幸福はハッピーですね、チャイナフォーチューンランドプロジェクトかな、英語名は。なんかこう目がシャバシャバするんですね。がですね、債務不履行というタイトルでちょっと読んでいきましょうか。中国不動産企業カナツ幸福企業広告幸福融資公司コンス以下カナツ幸福が1月19日夜、既存債務の残高は2192億元、約3兆9465億円に上り、そのうち予定通りに返済できない債務の元本は935億5600万元、過去約1兆6840億円と新たに発表した。こういうのってね、あの発表があるたびに膨らんでいくんですよ。だから今3兆9000億ですけど、10兆ぐらいになるんちゃうのかなと、なんな感じしますけどね。であの中国の場合、倒産のやり方がようわからんですね。整理しないんですね。なんか債務とかあれをですね、あの保存しないんですね。あれもの資産も資産の保全とかしないんですね。もうちょっといきましょうか。同社が昨年2月1日に発表した延滞債務の、この会社ね、元からね、やばかったんですよ。昨年2月1日に発表した延滞債務の元利金は52億5500万元、約946億円だったって。去年の今頃は946億円で、今は1兆6840億円。どんだけ膨らんでんねん、ほんまよ。もう10倍では効きませんよね。はい、10ヶ月後の12月下旬の発表では1078億5000万元、過去約1兆9404億円に急騰した、今回発表したのは利息分も含まない元本のみだが、昨年12月からさらに大幅に増えたと見られる。中国メディアによると、カナツ幸福の資金繰りはの資金繰り危機は2017年に始まった。5年前やん。えらい前に始まってるんですね。当時北京に隣接する河北省や老坊市、廊下の老に坊やの坊、老坊市や保定市、なんか固定市、政府は不動産バブルを抑止するため購入制限令を発令し、不動産市場が大きく冷え込んだ。北京市周辺の地域を中心に不動産開発を行ってきたカナツ幸福の収益は悪化したと。去年のもうそんな早い時期にこう規制かかっていたんですね。まあ、3つのレッドラインとかいうのは去年の早い時期に出てましたね。そういえばね、中国の大手不動産会社は巨額の債務を抱えており、かねてよりデフォルトのリスクが指摘されていた。まあ、こんなん当たり前な。2020年、中国政府はデベロッパーの融資を制限するルール、3つのレッドライン、2年前か、
レッドラインは、を導入し、かなつ幸福のような巨額の債務を抱える不動産会社の資金調達の道は閉ざされた、不動産開発の中国億円集団、億ってこれ音でどう読むんですか、王かな、応援集団かな、応援集団も19日夜、近日中に満期を迎える米ドル建て社債のほか、他のオフショア債務も償還できないことを発表した。オフショア債務の総額は現時点で10億8600万ドル、約1200億円という、まあ、これは大したことないですね。翻訳編集読めへんと、日本語で言うと可能ですね叶うという字です、市政、子供の子にですね、静岡県の地図ですね、という方の記事でございまして、これが全文でございます。かなつ幸福とか、まあ、前によく言われていましたよね、いくつか危ない会社あるんですけど、かなつ幸福もまあ大体いつも上がってますね。恒大かなつ幸福、新華連、とかですね、まあ、いろいろありますね。中天金融集団とか、振り木地産とか、格力地産とか、郵送中国とか、ね、もう次から次へとですね、こうやばいでという情報が入ってきています。で、今実は中国国内にはですね、西側メディアの記者がものすごい少ないんですね。だから実態が見えてこないわけでして、その向こうのウェイボーとかにですね、もうそういうことをですね、こんな会社あかんで、こんな会社あかんでみたいな、こんなことあってんでみたいな、その実態が乗るとすぐに消されてしまったりしてですね、末端ではね、末端の現場ではどうなってるのか今ようわからん、我々からは伺い知れという感じなんですね。で、多分現場はものすごい混乱になってると思うんですよ。で、有志兵隊という地方政府のですね、別会社みたいなのがありまして、そこのですね、あれですね、なんたら証券、一般人が買う社債みたいなのがあるんですけど、それがですね、次々と破綻というかデフォルトになってるらしいんですよ。勝手なあれですね、シャドーバンキングってやつですね。で、だから一般人も相当な被害を受けてるはずなんですけど、そのあたりの事情がですね、まだ座ってこないんですね。なんで、どれくらい混乱してるか、まあ、ちょっとよくわからないという状況ですけども、徐々にですね、明らかになっていくと思います。で、これね、もう当局がね、なんとか収めようとする努力はほぼしていない感じですね。社会的混乱が起きないようにということをやっているんですけども、抑えきれるんかなという感じですね。かつてはね、こう2016年の時なんかは、2015年やったかな、当局が強制的に介入してですね、さらに金をぶっ込んでですね、バブル崩壊を防いだんですよ。でも今回習近平さんはそれをやる気はないみたいでして、まあ、やったところでね、いつかはこうなるんですよ。いつかはどこかでこう締めなあかんのですけど、それが今なんかなと。しかし、まあタイミングとしてはかなり悪いんですよね。もうすぐオリンピック始まりますし、今年は共産党大会があって、自分の3期目を決めなあかんから、その後にバブル崩壊させようというふうに普通は考えるんですけど、もうそこまで待てない事情があったんでしょうね。待てないほどいろんなこう歪みが出てきてて、ここらでもやってしまうあかんやんという、だからなんか中央突破を図ってるという感じがしますね、このバブル崩壊ということについて。で、これまだまだね、序の口ですね。始まりぐらいだと思う、ね、始まりの半ばぐらいかなぐらいな感じがしますね。なんで今年はどんどんこれが進行してですね、まあ別に中国国内でやってる分にはいいんですけど、我々海外、世界経済
ですね、どう影響するかというところが大注目でして、今のところまあ華僑の、ね、資本がちょっと傷んでるかなというレベルなんですけど、これが世界経済に関係あるようにウォール街で、1兆円ぐらい損害出てんでとかね、そういうふうになってくるとあれとなるわけですね。なんで、一つ一つのニュースに注目しながらですね、全体的にどうなってるのかこれからねじっくりとこう見ていきたいなと思いますけども、まあとりあえずですね、もうこれで私聞いたん5社目か6社目ですね、大手の不動産もうバブル崩壊本格化してますよということでございました。この大期限特に晴れませんのでですね、探してください、大期限というサイトでございまして、大きいに、紀元前何年の期ですね、それから元っていうのは中国の人民元の元ですね、元という字ですね、中国不動産大手カナツ幸福債務不履行規模1兆6840億円という記事でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。